はい、こんにちは。で、今回はね、モダンオフェア2を買ってきましたので、開封したいと思います。モダンオフェア2、いや、僕はね、なんだっけな、モダン3と、ワールドアットウォーと、ちょっとパッと出せないな、今。あと初代の BO と BO2 持ってるんですけど、まあ新たにね、新たにっていうかね、モダン2買ってきました。前々からやりたかったんですよね。やっぱいいゲームだっていうのは聞いてたんで。モダン3あんまり僕は楽しめてなかったので、まあ買ってきました。こちら、モダン3も中古なんですけどね。あんまり個人的にハマらなかったので、モダン2友達も持ってたんで、ちょっと勧められて買いましたね。で、開けていきますか。まあ、説明書とディスクですね。まあ、説明書はまあ COD なんで、薄いですけどね。薄いけど BO とかよりは若干ページ数あるかなっていう感じですよね。まあ、なんだろうな。ワンマンテンクロっていうね、これ知ってる人しかわかんないか。そういうなんか嫌われ行為があるらしいんでね。そういうの注意して。あとなんか、猛者が多いというのを聞いてて。強い人が多いらしいんでね。僕はあんま上手くないんで。やっていけるか非常に不安ですけどね。まあ頑張って。いや頑張ってやっていきたいと思います。まあ、僕の主戦場は BO2 なんでね、ほとんど BO2 やってると思うんですけど、なんだろう、気が向いた時とか、モダンオフェア2やれればなと。日本人も若干いるのかなっていう気はしますけどね。外人さんも多いのかな、ちょっとわかんないですけど、で今回は字幕版というか、まあ、字幕版じゃねえや。吹き替え版？吹き替えしかないんだよな、モダンオフェア2は確か。なので、こう買いましたけど、実はね、海外版もね、あったんですけど、若干高かったんですよね。で、まあ、海外版だとやっぱ、かっこいいから、そっち買おうかなと思ったんですけど、別にね、モダンの日本語吹き替えそんなに、ダサいイメージなかったんで。で、まして200円くらい安かったんで、ね、こっちの方が。こっちにしました。はい。そこまで、プレイ頻度高くないと思うし。うん。ただやっぱ武器数とかはちょっと多いんだっけな。これはわかんないけど。BO2 とかよりは豊富なのかな。スペシャルオプスとかもあるんでね。なんかその協力プレイですか。それもちょっと友達とかとやれたらいいかなと思いますね。まあ興味ある人は、まあ、僕おすすめしたいのはワールドアットウォーなんですけどね。前1回目レビューした。レビューというか開封した。こっちは皆さん買ってほしいなと思うんだけど、なかなか売ってないですからね。売ってないし、外人しかいないんで、チーターも多いですしね。敬遠されがちなんですけど、ゲーム的にはこっちは面白いんですけどね。まあ、モダン3でもいいですし、買ってくれれば僕もできるんでね。まあ、ぜひ、やれる方いれば、一緒にプレイしたいですね。僕下手くそですけどね。まあ、そういうの愛嬌ということで、うん。楽しめる方がいれば、嬉しいですね。というわけでね、もうそろそろ多分プレステ4買えると思うんですけど、まあ僕はプレステ4買ってもね、PS3 版のゲームはやっていくつもりなので、うん、関係ないんで買いましたけどね。はい、というわけで、まあモダンオフェア2の開封でした。まあ次回もお楽しみに。